めちゃくちゃ背中押してくれたんですよ。そこまでできれば一つのスラムがなくなるんじゃないか。西アフリカのガーナのスラム、アクボクボロシーという東京ドーム70個分ぐらいかな、そこで3万人が暮らしてるんですけども、先進国が全部実は捨てていて、そこの不法投棄込みだけでアートを制作してます。まさに価値の大転換、もうまず革命的なことをやろうとしてるんですよ。嬉しい。差し出すことができる能力はアートだけ。北原さんから、マゴ先生に、それはそれは、すごい嬉しい、そのサプライズ。マゴ君はですね、一言で言うと、いい男ですとっても。それで、マゴ君って何を目指しているのって聞いたんです。そしたら、世界で3本指のアーティストになると。世界の3本指ですよ。夢を口から出して言うのは絶対いいんだよと。神から与えられたものをやはり表現できるのは長坂真央じゃないかなっていう気がします。ありがとうございます。嬉しい。すごいいいサプライズ。本当にアートに対するね、思いってすごく素晴らしい人だよ。北原さん、本当に僕の恩人です。一昨日もずっと連絡取ってました。はい、毎日連絡を取って。そうですね。仲いいですね。これなんでかっていうと、ガーナで活動、朝から晩まで終わった後に数千文字日記を書くんです。毎日。初めて行った時から毎日日記を送って、いろんな友達に送ったんですけれども、北原さんが一番返信してくれる。で、貧乏な自分が帰れるかどうかわからない。苦しいっていう日記があったら、君は絶対に帰れるから、ノーっていう選択肢はないよって、絶対にやるんだよって、めっちゃくちゃ背中押してくれたんですよ。うちの、ね、家族ですら、うちの友人ですら、そんなアフリカの社会を変えるなんてやめときなさい、危ないしっていう 99% そういう人だったんですけど、ずっと応援してくれていたのが北原さん、その人で、北原さんと出会ったことで、その知人と、食事してるときにアゴーボルシーの記事を読んだんですよ。全てはそこから始めて北原さんです、北原さん自身ね、夢は叶う、夢は言い続ければ実現するって、言葉じゃないですよね。本当小さい頃から本当絵を描くのが好きだった、うちは母子家庭の家庭だったんですけれども、自分の好きなことはすごいさせてくれて、何不自由ない生活をしてたんですけれども、祖父の絵をそっくりに描写したりとか、学校のねチューリップとか花壇の絵をスケッチしたりとか、独学で勝手に描いてました。幼稚園ぐらいの時にですね、母親がクリムトの接吻の版画を買ってきたんです。そういう母親だったんですよ。でちっちゃい時にその絵を見て、なんか心にいっぱいバラの花が咲いた感覚を覚えて、今でいうロマンティックな気持ちに感動して、で僕は世界中旅してて、ちょうど30歳になった時に自分への誕生日というかご褒美ですね、ウィーンのベルベデーレ宮殿、クリムトの切符の弦がある、クリムトの絵を見た時にやっと会えたと思ったんです。クリムトもう没後200年弱ぐらい経ってるんですけども、でもその絵が人格を持ってるんですよ。アートって作家が死んでも生き続けてるんですよ。めちゃくちゃ感動して、たかが自分のね意識とか心意気とかいろんな感情っていうものは長生きできて100年、それがアートで息を超えていくと2000年3000年、だからこんなに自分はアートに魅了される。そして世界中にね、その絵を見るがために集まったギャラリーたちが何百人も大広間にいるわけです。初めて自分がなんでアート好きか、そういった理由がすごく分かって、18年前ですよね、そのクリムトの本が出会った。そうです、そこからこういう展開になって、まさに自分が持ってたことが、そこで出会ったことで、またその作品の時代に、そうなんですよ。プロフィールを拝見させていただいたときに、私がものすごく気になったポイントが、服飾科の大学に行かれてた。文学総学院。そこがすごく驚いたんですけど、なぜ服飾科に行かれたんですか？僕なんか全然目標がなかったんですよ。で、人生遠回りしかしてなくて、文化服装学院行ったのも、もともとなんかね、ロックバンドやってて、歌手になりたかった。そうなんですか、
なんかロックバンドのボーカリストが音楽の専門学校行くのダサいじゃないですか。もうなんかダサかったんですよ、うん、東京に行く口実だけ欲しかったです。高校卒業して、そのまま専門学校入って、うん、なるほど。でバンド活動をやると思いきやものづくりに没頭しちゃったんですよ。手を動かして何かを作るってことを初めてそこで学んで、もっと服の勉強したいと思って留学したいと思って、留学費用を5、600万貯めるために卒業してすぐあのホストクラブ、あのホスト経験。いや本当に私は衝撃的でした。ね、モテるもん。全然モテないんですけど、なホスト、あの、まあ、1年半、2年弱ぐらいやってました。ホストでのなんか成果というか、うん、結果はね、1年間ナンバーワン。指名も売り上げも、うん。5、600万の目標が3000万になっちゃいました。うん、もう天狗になっちゃって、留学なんかいいやつって、アパレルの社長やるわつって、うん、独立して、1年後、負債1000万で潰しちゃいました。その時寄ってきた人もいなくなって、友達もいなくなって、金も自信も全て失って、本当に自分がやりたいもの何かなと思ったら、絵描くんですよね、うん、昔から。そっちじゃないよって、めちゃめちゃ分かりやすく教えられてたみたいな。そうだね、なんかこっちに来いとは言われたことないですよ、うん。そっちじゃないよってことはいっぱいあった。うん。遠回りに言えるけど、実はその、経歴が今となって見れば、生かされてる。うん、ありがとうございます。アフリカっていうとちょっと危ないっていう、うんうん、危険 なんか体験とかそういう出来事ってあったんですか？でも最初は歩くだけで物投げられたりとか、拳銃も見たことあるし、ナイフも見たことあります。まあ、それは全然ざらで。怖くはなかったんですか？不思議と怖くはない。うん。六本木でなんか不良が歩いてる方が怖いです。待ってください。本当に。はい。まあ、でも病気もあるしもちろん、うん、で病院にこう行ったんですね。病院って言っても壁もないです。ボロボロの錆びたパイピースに座らされて、注射をミスって血がパンって出た時にもうスローモーションで血が、床に落ちた瞬間にハエが。止まって僕の血をずっとチューチュー吸ってる。え、ハエですか？はい。今自分はね、アフリカでハエよりも弱いんだと、うん、ハエの餌食になってる瞬間を体験した時に、絶対ただじゃ帰らんぞアフリカと、うん、何があっても負けたくない、うん、それをね誓ったんだよハエにね。誓ったことないでしょ。ハエカラスに来ましたけど、その三本指に入る一つの条件として佳作、はい、ピカソね、うん、それ守ってます。守って、はい、ピカソは生涯ね、あれ油絵だけで1万3000個です、ね、3000個だったね、うん、で他のいろんなこの頃含めて10万点以上で、はい、まあ、ギネスブックの、うん、残ってます、最多作品残した作家が残ってるけども、 そうですね、それを抜くっていうか今の勢いでいくとって年間700点ぐらい、うん、去年は1060点。先生の情報を借りてるんですか？ピカソが13500点、うん、書いたんであれば僕は13501点目を書くと、前人未到のね13501点目、うん、自分がどんな絵を描けるかが楽しみなんですよ。なるほど。でもこれって口だけじゃダメで、うん、毎日書いてないと13500点いけないんで、彼を越すための絵の口実、今年ねガーナに 1.4 億円投資します、うん、作品で伸び上げですかね、はい、ね、マゴ先生だったら、なんか言ったことを全て本当に実現してくれそうなエネルギーとパワーを感じます。ありがとうございます。それで、まあ、今回ね、うちで初めてね、展覧会をしてたり、本当に話をしてるんですけども、もちろんその一点一点の作品の意義も非常に大きいなと思うんです。それ以上に今ね、話が出ましたけど、売上の相当の部分をガーナに還元していくっていう考え方です。まず構想を持たないことによって始まらないです。例えばその作品だけ見ると、アンディ・ウォーホルとかね、うん、マスキアとか、うん、今話題のバンクシーとか、うん、想起するところがあるんだけど、彼らはそこまで歌ってないです。中でも相対性理論とかね、これが絵画化されたっていうのがね、嬉しい。今まで相対性理論っていう考え方あるけど、アーティストとして誰もやってないですよね。あ、嬉しい。なんか永井さんが言ってくれると嬉しい。だってもう、やってほど見てきたでしょ、あと。
やってほどアーティストにも会ってきて、そういう方がもう本当に分かってくれてる。僕のアートの何が好きか、そうです、持ち味なのか、誰もお金が貯まる仕組みだ。ビジターがお金を入れるとどんどん政治行為に流れる。あ、下に、あ、本当だ、はい、お金入ってますね。あれは僕入れたんじゃないです、エキシビジョンで入れてるんです。だからお金と経済とアートと、それが環境保全の全部が一緒になった考えがサステナブルです。だから寄付でもない、投資だけでもない、文化の保有だけでもない、全部一個なのが僕のアート。活気あるんですよ、ガーナのギャラ、僕のギャラリーの隣が工場で、毎日20名以上働いてて、全部アートの売り上げで運営してる。一時的なチャリティーじゃない。社会活動家のアーティスト、僕のギャラリー結構来るんですけど、面食らった顔して帰ってる。あ、そうですか。もうやっぱショックな顔して帰ってってますね。僕はスラム撲滅っていうのが今言霊で言ってる言葉です、僕は命かけて2030年までに1万雇用、1万人雇用しようと思ってます。あと7年、はい。なんで1万人雇用かっていうと、スラム3万人住んでいて、1万雇用を生むとですね、まあ家族、子供たち3万人の生活を支えることができる。そこまでできれば一つのスラムがなくなるんじゃないか、僕はそれを目標にしてまして、現在32名雇用してます。毎月給料払ってます、1回の給付より継続することはすごく大変です。でスラムに安全なサステナブルな仕事を、農業、リサイクル工場、EV バイク、アートギャラリー4つやってるんですけれども、簡単じゃないんですよ。ね、周りの人も全員幸せにしてるのが素晴らしいなって思いました。僕ね、ノーベル平和賞とノーベル経済学賞両方取ると思ってて、それ行った時に僕の海外が1000万、ピカソの海外が20億、10億。じゃあ僕がそこまで到達したら、僕の絵はいくらの評価額がつくかなって話。転売する目的で買う人いないんですね、僕の絵のコレクターって。そしたらさ、彼らにも僕最後の恩返しできると思って。あの時応援してくれた、まあ、北原さんとか、今回エキシビジョンで買ってくれる皆さんも、新しいコレクターの皆さんもそうだけど、恩返しできる。でその瞬間にゴミも減ってるんですよ。でその瞬間雇用も減ってるんですよ、これはできるのはアートの力だけで、今、32名でしょ、達成率 0.32%、 誰かは笑いますよ。でもね、アートって面白くて、誰かが、例えばイーロン・マスクが僕の活動してたら1点100億円で売るでしょ。その年から雇用1000人に増やせます。僕は世界で唯一スラムに投資できる投資家なんです。あ、そうか、そう、イーロンマスクでもやってないか。できないです。寄付はできるけど。買うという行為によって、その人もこの全てのこのサステナブルに参加できる、ね。そうですね。はい、全て向上。はい。1万人雇用できて、きっとその頃には綺麗なサステナブルなスマートタウンができていると思います。そこには人権の侵害もなくて、環境もクリーンエネルギーで担保されたより美しい世界。そのスマートタウン、僕がアゴボゴルシーの土地以上の土地を買って彼にプレゼントしようと思います。で僕はそれを100エーカーのキャンバスを買うっていう感覚です。そこで人が幸せに暮らすっていうのが僕の最後の作品として発表したいなと。それがもしかしたら1万3501点目なのかもしれない。きっとね、さらにその数千年後、僕の絵は世界のトップミュージアム、モバとかルーブルとかね、展示されると思うんです。その当時、ゴミをゴミと定義付けた野蛮な時代の象徴として、僕の絵は飾られるんじゃないか。ルネッサンス時代を描いた時に、レオナルド・ダ・ヴィンチとかラファエルの絵でその時代を見るわけです。影響しますね。印象派の絵を通してその100年前を知るわけで、100年後、200年後の人たちは今の時代を、孫さんの作品が、あの時の時代はこういう絵、アートに象徴されるような時代だったんだっていうのは、本当全て刺激されているということですね、ありがとうございます。展覧会を通してね、ある意味で壮大なプロジェクト、そこに参加できる、本当に感謝。いや、こちらこそ光栄です。 YouTube をご覧の方々に展覧会への意気込みをぜひよろしくお願いします。僕のアートは紛れもなく現実至上主義のフィジカルなアートです。なのでね、二次元の画面で見てるんじゃなくて、実際ガラに来てください。僕はまあトークショーとかイベントもやると思いますので、ぜひね、僕の口からこのアートが生まれた理由、サステナビリティの真意、全てを
包み隠さず教えますので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。これからもますますご活躍を期待してますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、これあのゴッホっていうね、画家が、はい、知ってますか？もちろんゴッホわかります。ゴッホとゴーギャンというね、またあの有名な画家がいるんですけどね、この2人が実は共同生活をしていた場所なんです。そうなんですか。真逆な2人の共同生活、この黄色い家で過ごした生活がその後のあのいろいろな美術に大きなあの変革を与えたということで、2人に焦点を当ててこの、 あの2人の話をしたいと思います。今週のおすすめはこちらの作品、長坂真護さんのフルムーンですね。長坂さんの人気のモチーフであり、非常に思いのこもったシリーズとして、このフルムーンシリーズというものがあります。実はあのまだ長坂さんがガーナに出会う前、まだ画家としていろいろ模索していた時代ですね。あの2015年の11月にですね、フランスのパリに同時多発テロ、現実の絶望感なんか突きつけられた思いだったようなんですね。でそうした時に、ある夜そのパリのホテルでふと空を見上げた時に美しい月が出ていて、あ、そうか、こういう月はもうその世界中の人が同時にその月を見ることができるわけですね。これを見ていると何かもう世の中に起きていることとは別にですね、心が洗われるというか、純粋に何か癒されるな、今平和だなと思いに至ると、月の美しさを描くことでより結果としての普遍的にみんなが思う平和へのメッセージになるんじゃないかなと思って始めたシリーズがこのフルムーンシリーズです。これはですね、越前和紙にあの墨と、金銀の泥ですね、ここ非常に美しいあのマチエールになってます。これはあのスワロフスキーを使っています。このフルムーンには長坂真護さん作曲演奏によるオリジナルピアノ曲心の月がついています。作品と合わせて音楽もご鑑賞いただければと思います。こう展覧会でも展示していますし、ぜひこれもお手元でお楽しみいただければありがたいなと思いますね。実は電子ゴミシリーズとは別なんですが、やはり前回紹介した作品と同様にですね、この売り上げのかなりの部分が実はガーナの方にもたらされることで、それがまあ有効な形で還元されていくという作品になりますので、購入されることでこの壮大なプロジェクトに参加する一翼を担うということになりますが、ぜひご覧いただいて持っていただければありがたいなと思います。